はい、今日も To be winner よろしくお願いします。今日も元気に最新ラケットの情報をお届けしていきたいと思います。さて、今回はですね、ついにこれが来たかって思ってる方が多いんじゃないですか。ファントムグラファイト97インチのモデルで 300g のラインナップが追加。これは熱い展開ですよ。ファントムグラファイト97はもともとのモデルが重量 315g のバランスポイント 305mm っていうモデルだったんですけど、これに形状などなど基本的な部分は変更なく、重量 300g バランスポイント 320mm とスペックのラインナップが登場と、こういうわけですね。あと変更点としてデザインがね、マット仕上げになっているので、まあ、315g のモデルと 300g のモデルを比較してみるとすぐにわかる、まあ、そういう仕様になってますね。いやね、 300g にするとより自分でスイングを生み出していく感覚が強くなって、スイングしやすくなるって人も多いんでね、これはまさにファン待望の一本というところでしょう。で、実際に打ってみた感覚なんですけども、まあまずとにかく手に残る感覚が鋭いっていうか、なんて表現すればいいのか悩ましいところなんですが、すごく手の延長線のような感覚、取り回しの良さ、扱いやすさ、こういうのが強くて、すごく扱いやすい、本当にああこうに飛ぶよねって、そういう打球の感覚と実際の球筋の誤差が小さい、その分イメージした通りの打球を打つことができるっていう、ものすごいコントロール感の良さ、ストローク、ボレーといったボールの安定感の高さを感じたラケットでした。本当にラケット面がね、自分の手じゃないかって思うような感覚、ものすごいフェイスの安定感もあって、一番すごいって感じたのは、メンブレみたいなラケットがおかしなことするような、勝手に自分のイメージと違うことをやり始めてしまうような、そういう感じが全然ない。とにかく安定感高く、とにかく素直にボールを飛ばしてくれる、薄めのラケットでしなってる感じもね、ちゃんとあるんですけど、打つ時にはきっちりボールにパワーを与えてくれる、しっかりしなってもものすごい速さでしなりが戻ってきているので、ラケットのしなり戻りによるスイングの強さもある。それなのにフェイス面やラケットがブレたりする感じが全くない、安定感半端ない。97インチでこの厚さなんで、驚くほど振り抜きやすいラケットなので、しなり戻しのパワーを存分に発揮できる。でもラケットの安定性が高くて、ブレる、乱れるがほとんどない。確かにものすごいラケットが出てきたっていうのが正直な感想ですね。打ち負けたりっていう気が全くしない。自分のイメージにかなり近い打球を打ち続けられる。かなりしっかりとした打球感、はっきりとした打球感が売りの、そういう安定感の高いラケットです。どんどん打ち込みたくなるし、どんなに振り切ってもコートに収めてくれる。パワーもスピンもしっかり伝えてくれる安心感がとにかく強いんですね。さて、ボレーです。ボレーをね、自分から少し力を伝えて押していく感じで使うことで、いいボレー、高いコントロール感のボレーを打つことができました。自分にとっては浅い深いのコントロールが非常にしやすくって、飛びとボレー感のバランス非常に高いんですよ。まあ、それでいて面安定性が、相手の打球が強かったりしても全く打ち負ける感じがなくて、自分の思った方向に、自分の思った深さにボールを押してやることができていましたね。パワーの伝えやすい感じが強くって、ボレーでも攻撃的にボレーも打てるので、攻撃的なボレーで攻めていくことができるっていう感じがあって、
ダブルスでも活躍できるラケットだなと思いましたね。むしろね、この安定感使ってどんどん前を取っていきたくなるような感じがあったんで、むしろダブルスこそこのラケットは生きてくるかもしれないなとも思いますね。で、最後にサーブですね。サーブについてはね、自分からしっかり振り抜いていけないと、まあちょっと持ち味が出てこない。ただラケットを鋭く振り抜くことができると、パワーとスピンを乗せてスピード感の強いサーブ、コントロール感高く打ち続けることができます。しかもこのラケットすっごく振り抜きやすいんですよ。まあサーブのスイング、僕はいまいち振り抜きが良くないんですけども、そんな僕でもね、しっかり振り抜きにいける、意識さえすればしっかり振り抜けるラケットでしたね。ここがね、 315g との違いになるポイントで、315を振り抜くにはかなり初動にパワーを使うというか、動き出しにかなりの出力が必要になるかと思うんですが、 300g のラケットであればサーブでも自分からしっかり振り抜いていくことができるラケットで、自分ぐらいのサーブの振り抜きのね、スイング強度のプレイヤーでも、ま、持ち味を引き出すことができる、そういうスイングを生み出すことができていたように感じましたね。ぐっと扱いやすくなった、まあそういう感じをサーブで一番強く感じましたかね。ラケットのブレが少ない安定感の高いラケットであるんで、振り抜けばしっかりボールに与えたいパワーを自分のスイングで与えていくことができて、スピードもパワーも自分から作り出していく、コントロールしていく、自分でサーブゲームを作っていける、サーブでもとても心強いラケットですねっていうね、とてもどん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 振っていきたくなる、スイング鋭くやっていきたくなるラケットだったんでね、ぜひ皆さんもお試しいただければと思います。これからもね、こんな感じで、新しいラケット、ストリングの最新情報をお届けいたしますんでね、チャンネル登録していただいて、いいねボタンも押していただいて応援していただけるととても励みになります。これからも頑張っていきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた。